函館競馬5レース牝馬限定のメイクデビュー函館2歳新馬です。芝 1200m14頭、今日は5レースと6レースがメイクデビューです。この5レースは牝馬限定芝1200、枠入り非常にスムーズです。最後に14番ゲートにエトワルポレールがこれから促されます。2歳新種母馬レイデオロの産駒エトワルポレール、14番ゲートに入ってゲートインが終わります。スタートしました。まずポント8番ココシャンパーニュ、好スタート好ダッシュ、その内押して7番コルルディ出を伺います。コルルディわずかに先頭で2番手グループ一戦、13番青いエクラタン、あるいは中から11番スマートエステラも先頭に並びかけてココシャンパーニュ、そして4番の名将バンディもインコースから迫っていきます。このグループから13番青いエクラタンが少し下がって、その後追い上げる9番七尾、6番のビューティービースト3コーナーカーブです。10番ラブオントップがこのグループの後ろ、14番エトワルポレール、あとは後方ばらけました2番のリエラが後方5投目600を切りました。5番オーケーソニック、1番ウィスピースノー、後方2投目3番ムーム、最後方は12番ブラックドレス。3、4コーナー中間から4コーナーへ、先手は7番のコルルディです。リード1馬身で4コーナーカーブ、2番手同枠8番ココシャンパーニュ、4コーナーから直線に向かってきます。3番手は9番七尾、インコースは4番名将万里、この間に7番のコルルディが突き放してリードを2馬身3馬身広げました。2番手グループは8番ココシャンパーニュ、9番七尾、追って10番のラブオントップが2番手グループの一角で残り100を切る。先頭は7番のコルルディ、追って9番の七尾が2番手から接近するが、7番コルルディ先頭でゴール。7番コルルディ、鮫島勝馬騎手、4レース5レース連勝で通算400勝達成です。好スタートから先手を取った7番のコルルディ、ダノンシャンティサンク、最後直線で後続を突き放して、最後9番の七尾が追い上げましたが、これもしのいでデビュー勝ち。鮫島勝馬騎手、4レース5レースと連勝で通算400勝達成となりました。3着は8番のココシャンパーニュです。勝ちタイム1分11秒0、上がりはゴールまでの 800m 47秒9、 600m は36秒4でした。7番のコルルディ、ダノンシャンティの子供、好スタート好ダッシュから先手、最後は首ぐらいまで9番の七尾が差を詰めましたがしのいでいます。その後8番のココシャンパーニュ3着、10番ラブオントップ4着、5着は1番のウィスピースノーです。函館5レースは牝馬限定の2歳新馬メイクデビュー函館、1分11秒0と決着タイムが発表されました。到達順、1着7番コルルディ、鮫島勝馬騎手です。2着9番七尾、3着8番ココシャンパーニュ、4着10番ラブオントップ、5着1番ウィスピースノーです。確定までお待ちください。